本日も、ね、やっていきたいと思います。ということでね、ね本日はエンゼルスにフィットする、えー、ご投手ということでまあ、先発リリーフ関係なしですね、ご投手。そしてまあ今回のですね記事は、えーまあ、誰かがですね、まあ、インタビュー的なことをしまして、まあ、その人がねご投手を挙げてそれについてその人が。えー ああでもない、こうでもない的なことでね、だから反対意見も書いてる、えー、記事でもありますので、まあ、この今回紹介する文明に関しては、おそらく2人の人間の意見が、えー、入ってると思うので、役、まあの問題もね、翻訳の、ね、問題もあるかもしれないんですけども、1人の人が言ってることとなるとね、あの矛盾してくるような感じなので、えー、そういう感じかなと思います。だから誰かがインタビューして、それについてインタビューした人が、 あこうじゃないねみたいなことも言ってるっていう感じですね。うんえー、第5位、えー、マイケル・ピネダということでまあね、これは誰かがまあげましたと、ただまあ好ましい選択ではないけども、まあ、健康な、ね、状態でピッチングしているので、まあ、ヒットする候補としてあげているということで、えー、ただまあ、支給数はですね、えー、少ないフォアボールはあまり出さないということで、えー、9回投げたとしたら1.8個。 えー、しか出さないということでね、まあ、エンゼルス、フォアボールいっぱい出す問題もあると思うので、まあ、その点についてはいいのかなーっていうとことと、まあ、あと耐久性があるのであればね、えー、保てるのであればフィットするんじゃないかということでねねまあね彼はヤンキースにもねいまして、うん、ただ、まあそんなにこう飛び抜けたピッチャーという印象はないですけども。まあ えー、2021年は9勝8敗3.62、まあ、ちょっとイニングが、ねえー、少ないのかなという気もしますけども、まあ、9勝8敗3.62なので、まあ、悪くはないですよね、うんでまあ、2020年は2勝0敗ということで、まあ、短縮シーズンということもあったんです,あれですけども、えー、2019年11勝5敗4.01ということで まあただ、これぐらいね投げてくれて、まあ、防御率が4点ちょっとか、3点台に収まるというのであればね、うん、まあいいのかなという気もします。で、まあなんで、こう、なんでしょう、最近っていうかね、こうずっと FA でね取ってほしいピッチャー5000とかね、いろいろで出,てきて出てきてましたけども、彼の名前はね、えー、まあ上がってきてないと思うんですよね、1回もね。うん、でまあ、ただ もうその FA 市場にね,こうねいろいろといるわけではなくなってきているので、まあ、その中でどうするかという場合、ねまあ、FA でもし取るんであればという場合ですねトレードに向かっているような気もしますけども、まあ、その場合は、ね、彼も一応候補に上がるんではないかということで、ねうん、多分出てきたんだと思います、えー、続きましてナンバー4菊池さんですね えー、まあこれについてはもう、記事を書いてる側がね、酷、えー、評しているというかね、えー、そんな感じがしますで。まあ今シーズンのスタートはね、良かったけども、えーまあ、調子を落としたので、エンゼルスにはいらないというところでね、で、まあ、その、でこの5戦をしているのが元 GM とかの方だと思うんですけども、まあ、キャリアでね、えー、耐久性があることがね、えー 見見られるるるわけなので、まあ、フィットするとと、まあ、ているとただ、最後の、ね、8回の先発で防御率が、ね、7.70ということで、えー、まあ悪化しましたとでそれはですね、えー、イニング負荷による疲労が、ね、あるからだって言ってるんですけどもこの書いてる方は、まあ、どのピッチャーもですね、えー、2020年から2021年にかけては、ね、イニングが増加しているので。 まあそれに対処しているのでその理由では納得できないよねというところで書いておりましてからまあ書いている方はまあエンゼルスにはいらないよねっていう、うんえー、ニュアンスで、ね、書いておりますのでまあ五0って言ってるんですけどもその発表っていうか選んだ人間と書いている人間の意見が違いすぎてね、まあ、どうなんだろうって感じになっちゃってるんですけども、まあそういうことですね。 結局、欲しがってる球団はあるしいっぱいねその3年契約っていうのをね、えー、出てきてるんですけどもまあ、エンゼルスにはいらないかなというところでね書いてる人は、えー、思っているというところですねだから、まあどうなんでしょうね人によって球団によって、えー、そのねいいなって思う球団がやっぱ結構複数球団いるって言われてますのでまあ、意見がね かなり極端に分かれる FA のピッチャーということになっているのかなと菊池さんはねねそんな気がします、ね、え続いてナンバー3マクヒューですね。えー、エンゼルスにとっては魅力的な、ね、存在であるというところで、えー、まあリリーフと、ね、オープナーもできますよとそしてまあ6人ローテでまあ回っていてですね、まあ、どこかで、ねえー、間空いちゃったとか、えー、誰かちょっと欠けちゃったとか。 ちょっと足りなくなったっていう時にね、まあ1日ブルペンでー見たくする場合にねオープナーが必要な時にも対応できますというところとまあ,あと、もちろん普通にねリリーフで使うのもいいしちょっと長めでもねできるということでまあ、非常にねエンゼルスにとっては、まあ、ブルペンにとってはね魅力的ではないかというところと、まあ、アストルズにもいたので地区にもまあ割りかしは慣れてるんじゃないかなというお話ですね。 そして、フォアボールもー少なめということで、これもいい点ではあるかなというところですね。リリーフ先発ともにね、フォアボール出しがちっていうのもあるので、いいところなんじゃないかなというお話ですね。そして、2021年は37ゲーム、6勝1敗、1.55防御率ですね。で64イニングピッチの74奪三振ということで、素晴らしいですよね。で、まあ、彼はね、ちょこちょこはまあ、 補強話には出てきてるんですけどそんなに頻繁に、えーまあ、記事的に現れる選手ではないんですけどもまあねその何て言うんでしょう金額的にもそこまで高くはならない、まあ、ジャンセンとかその辺に比べちゃうと、まあ、高くはならないと思うんですけどもまあどうでしょうね、うん、ただまあブルペンに加えるとしたら非常に魅力的な存在である ということにはね、えー、変わりはないのかなと思いますので、まあこのね、ブルペン補強時に、こう、ね、もう1人、2人というところで取、えー、れたらいいのかなと思いますね。えー、続きましてね、もうロドンはね、えー、前から言われてるし、このところ出てくる記事もね、毎回登場してますので、まあ、改めて言う必要はないんですけどもね、まあ、前から言われてますけど、現在残ってる中ではね、うん。 先発ピッチャーの FA だと、まあ、ナンバーワンヒットというかもう彼しか残ってないんじゃないかなというところですよね結構高いお金を払う部類の、ね、ピッチャーとしてはねただ、まあ、健康状態だけが、ね、重要な要素だろうというところで、まあ、その彼が複数年契約を結ぶっていうか結べるような、ね、状態にあるか健康状態がね、うんでまあ、結局シーズンの最後の方に投げてきましたので大丈夫かなという意見もあるんですけども まあそれだけが重要な要素で、まあ、もしちょっと微妙であればあのシンダーガードみたいに単年で21億ぐらいというところで結ぶ可能性もあるかなというふうに書いてありましたで、まあ、エンゼルスは FA ピッチャーと、ねまあ、シンダーガードしか契約してないということ、まあ、この FA 先発ピッチャーというのにあのロレンゼンは含まれていないということでしょうね、うん、でコブトも再契約しなかったので まあ、ロドンに目をつけているからではないかという話なんですけどもまあ、それならそれでね、いいんですけどももうトレードにね、シフトしてるんじゃないかというね、話も結構そっちの方が強くなってきてるのでまあ、ロドンを取ってくれるんならいいんですがうん、ちょっとね、トレードかなってもう思っちゃってるんでね、これはどうなるかというところですけどもまあ、ただ、うん、単年で取るんだったらっていうのもあるかなーと思いますけどもね、どうでしょうね。うん。 複数年でまあ、保有できるならいいけどねシンダーガードもロドンも1年だけでって言ってなるとまた、ねえー、ライオフ、えー、補強が大変になってくるかなという思いもあるのでねまあ、どうでしょうかねというところでまあ先発の中のナンバーワンヒットはまあロドンとまあ、これは変わりないのかなと思いますね、えー、そしてナンバーワン、えー、テペラさんですね、えー、最も過小評価されているリリーバーということで。 えー、2021年は65ゲーム、0勝2敗、2.79の防御率と、61.1イニングで74奪三振でです、ね。アメリカンリーグでも、ね、のキャリアがほとんどということで、まあ、長いのでいいというところで、まあ、リーグの、ねえー、に慣れているというのもあるし、でまあ、安定感は、ね、重要で、えー、お金もです、ね、そこまで高くならないで済むんではないかというお話。 そしてまあキャリアでまあ防御率が4点台いってしまったのは一度だけということなのでまあそのねリーグでえー良くないほうというかまあ良くないえーブルペン陣先発もそうでしたけどブルペン陣もね良くなかったエンゼルスにとってはまあ最低限の安定感をもたらせるんじゃないかというえピッチャーということでえナンバーワンとなっておるようで、ま。あ 何でしょうこのところねほとんどこうエンゼルスにね取ってほしい、えー、ロックアウト明けに取らなきゃいけないとかっていうのでね、まあ、トレードして取るっていうピッチャーもね、えー、記事も出てますけどもそういうのも全部、まあ、ほぼほぼ決まった名前しか出てきてなかったんですけども今回は、まあ、以前もねちょっとやった時にちらっとはね、えー、マクヒュー・テペラとかで、ね、出てきてたと思うんですけども ただまあ、頻繁には出てきてない名前がちょっとね、入っていたので、まあ面白いかなと思いましたね。うん。だからまあ、えー、ね、お金を使うだけではないっていうのをね、補強だとは思うんですけども、ただまあ、ジャンセンとかね、その辺も言ってほしいなとは思うんですけども、なかなかこうね、難しい場合なんかもあるし、まあ条件、いろいろね、折れ合わない場合もあるしっていうところもあるのでね、まあ他のリリーフも、 えまだいますよというところもあるし、まあ、あとね、ね、えー、先発も何人かね出てきましたけども、まあ、ただ、結局はねロドンなのかなっていうところはありますけどもね、うん、ただ、ピネダなんてねあんまりこう出てこないような、ね、ところの名前ですからね、まあうん、違ったこう観点からのお話という面では面白かったのかなと思いますね。 ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターフォロー、コメント、えー、インスタのねフォローもよろしくお願いします。では終わります。<music> えー、皆さん雑談のコーナーですけどもね、えー、またね車の話になっちゃうんですけどまたかよっていうね <laughs> 方もいるかもしれませんけども今日久々にねやべえなと思うやつがいてねちょっとねお伝えしたくてまあ僕がこう ね、対向車とかで危ねえなと思った話ではないんですけど、前僕の前に走ってた車でね、でもちょっと、まあ、しばらくこう後ろで走ってたんで、あれなんですけど、あのね、これ映像見せたいんだけどね、やっぱりこうぼかし入れたりするのめんどくさいんでね、あのナンバーとかね、うん、だからちょっと出しませんけども、このね、やばい絵で説明しますが、 まあ最初の方からも挙動はねおかしくてまあ基本的になんか右寄ってるんですよね、全部。で、まあ最近そういう人多いと思うんですよ、対向車のね線踏んでずっと走ってたりね、であとまあ2車線だったら隣の車線のどのね境の線をはみ出して走ってるとかね結構いると思うんですけども、まあまたね右折の話なんですよ、でまあここがね、こっち側はね1車線、こっちはえー左折とまっすぐがあるね、2個。 こ,こ,でこの辺でね左折レーンが途中で入ってきて、まあ、こっちはね1車線ですねでここに横断歩道があるとで、まあ、普通ねここで右折するとしたら、まあ、基本的にはこの辺まで行ってこう入っていくわけですよでまあ個人的に思うのは横断歩道に対して、まあ、なるべく垂直に入っていった方がね歩行者もいたら見やすいかなっていうので、まあ、それが一番いいかなと思ってるんですけども今日見たのはねもうこうやって行ってまあ ここに1台いて、この後ろにね、僕の車がいたわけなんですけども、まあ普通、こう、ここまでね、来てから、まあここっていうか、まあこの辺だよね。だから、この絵のね、下手くそすぎて、場所がおかしいんですけど、普通はまあこの辺まで行って、こう曲がるんだけども、こう行ったんですよ。<laughs> やばいでしょと思って。だから普通にね、こういう風に行って、まあ僕も後ろついていくるじゃないですか、普通だったらね。 なななののにもうこの辺かからら視界からいなくなったんで,すよでこういっても反対車線のここの右折ライン横切ってんじゃないのみたいなねいやーこういう人たまにいますさすがにここまでのレベルはねあんま見たことなかったんですよ、ね、ちょっとねちょっとこう入りすぎじゃねえみたいな人はいるけどもうこっからこうですよもうねちょっとやばと思って笑っちゃいましたよねうん ね、やっぱこれ危ないしねこう車来てたらねで普通にここまで行って曲がりはいいと思うんだけどねなんでこんな行くんだろうって思って本当映像を見せたいんですけどいやーめんどくさいからね見せませんけどもねうんということでね今日あった面白い車の話ですけどもねいやーもうちょっとちゃんと運転した方がいいなって思うんですけどもでもこれはねもうちょっとそれを通り越して もう面白いねっていうところまで行っちゃった話ですね。で、その後もね、あのしばらく後ろ走ってたんですけどもね、ずっとなんか、なんだろう、左下をなんか車でなんか置いてんのかな、なんか見たりしてて、まあ、ちょっと危ねえなと思って、そんでまたね、めちゃくちゃ右に寄って走ってたりするんでね、うん、大丈夫かなと思ってたんですけども、で、途中でいなくなったんで、もうね、大丈夫でしたけど。 まあね、ちゃんと運転しましょうというところとね、まあ、こういう人ね、見かけたら、見かけた方ね、いたら、えー、コメントまでというところでね、今日の雑談、えー、長くなっちゃいますのでね、終わりたいと思います。えー、ごご視聴いいたた。だきありがとうございました